前代未聞の騒動は波紋を呼んでいる。物議を醸す発端となったのは、現地時間7月24日に明るみになったサッカー女子のカナダ代表によるスパイ行為だ。ニュージーランド代表との一次リーグ A 組初戦を前に、相手の練習を非公認スタッフがドローンを使って撮影。非公式に情報収集しようとしたとして、警察に身柄を拘束された。画像 エアコンなしの質素なデザイン。パリ五輪選手村の全容をチェック即座にニュージーランド側は避難の声明を発表。事態を重く見たカナダオリンピック委員会と同国のサッカー協会は謝罪。アシスタントコーチのジャスミン・マンダー氏と非公認スタッフのジョセフ・ロンバルディ氏の強制帰国を発表したばかりか、ニュージーランド戦のベンチから外れていたベブ・プリーストマン監督にも今大会中の指揮を取らせず、 独立した外部調査が完了するまで職務を停止することを公表した。前回の東京五輪で金メダル獲得に導いた指揮官を除外したカナダサッカー協会。その決断からは事態の深刻さが浮かび上がる。カナダの日刊誌ザ・グローバル・メールによれば同協会の CEO 兼事務局長を務めるケビン・ブルー氏は パリゴリン以前から対戦相手にドローンが使用されたという追加情報が我々の知るところとなったと告白。男子代表を含めてスパイ行為が常態化していた可能性を語った。男子チームに関しても、私は未遂に終わったがドローンを使用した事例を知っている。ジェシー・マーシュ監督も事後ではあったが少なくともそのことを知っていた。国際的にも、逆風。 を受ける問題の浮上にカナダオリンピック委員会からも一連の騒動に無念の声が上がる。同委員会の CEO 兼事務局長を務めるマット・シューメーカー氏は、東京オリンピックでの功績に泥を塗るような追加情報も彼らは得ているようだと指摘。サッカー界への苦言を呈している。東京オリンピックからの3年間、あらゆる困難を乗り越えて金メダルを獲得した女子チームについて、 私が言ってきたことを疑わせるようなことがあるかもしれないそう思うと意外たくなるスポーツマンシップの根幹を揺るがす今回の騒動その余波は広まるばかりだ文構成ここからネクスト編集部